皆さん、こんにちは。今日の知っとくは、時計の針が右回りの理由。なぜ右回りなのか、の疑問です。私たちは、右回りのことを時計回りと当たり前のように言いますが、なぜ右回りのことを時計回りというようになったのかを考えたことがありますか？この理由を知るためには、原始的な時計を考えるとわかります。原始的な時計というのは、機械式時計が出現する前の時計のことで、つまり、日時計のことです。日時計は、影の動きによって時間を測っていましたが、この影の動きは右回りに動いていたのです。機械式時計も、この日時計の日陰の動きに倣って、右回りになったのです。ちなみに、十二支なども右回りになっていますが、これも日時計に倣ったものだと言います。ここで疑問が起こるかもしれません。北半球では確かに日時計は右回りだけど、南半球では左回りだよな？と、確かにそうです。つまり、時計の針が右回りであることは、時計を作ったのが北半球の人間であることの証拠でもあるのです。みんな大好き、ウィキペディアで調べてみると、いろいろな時計があるんですね。すごく、いっぱい字が書いてあって眠くなってきました。ああ、もう寝る時間だ。